はい、こんにちは、ガズボです。ドラゴンクエスト4ガイデン続きやっていきたいと思います。前回このエンドールまで来まして、要はね、レイクナバ出身なんですよ、このオルゴーさんがね。それでモンスターをね、仲間に入れられる素質を秘めてると。それで世界を旅して回れということで、まずはね、サントハイム地方に行きなさいってことなんだけど、このエンドールの西の旅の扉から行けるんですけど、敵が強くてね、このエンドールの王様がね、封鎖してんですよね。それでどうしても行きたいんであれば、この右の方に、ね、この洞窟か、この上かな、ね、強い魔物が出現したらしいので、それを退治すれば行ってもいいよということです。ここは多分違うと思う。最近起きた地震のせいでトンネルが崩れたんですよ。これじゃコナンベリーに行けません、ね、開通するまでまだしばらく時間がかかりそうなんだ。もうしばらく待ってくれよ、ね、待ちましょう。ということで今回はまだ時間がいっぱいありますんで、前回ここ来た時も10何分ぐらいかかってたもんね。エンドールも回りたかったし。お、お化けキノコ、もう数の暴力だね、こっちも。結構いい経験値持ってるしね。船。行き止まり。ねえ、そういうことやっぱ時間使っていけるよね。お、キラースコップ。腕の色がちょっと違うね。2回連続なんだよね、こいつで。何倍くらいよね。死ぬほど体当たりかましてましたけどね。余計なことはしないので、自分でコマンド入れた方がいいかもね。まあいいや、とりあえず、まあどんなもんかね、手探りで回ってみて。船が落ちるってすごいよね。はい、まあ、こんな感じになっておりますと。さて、宝を回収なんだけど、ね、行けないんですよ。だから行けるところを優先でまず回っていけばいいかなと思うんですけど、敵もいるよね。お、カメレオンマン。明治モモンジャがなぜかダックスリルの色してる。カタカナっていいよ。明治モモンジャーモモンジャーみたいな。ダックスビルじゃなくてダックスビルだね。ダックだからダックだよね。北京ダックのダックだよね。ダックのビル、ボディービルのビルね。ビルダーね。ここは何もないのかな。ないね。明治モモンジャー。もうオートでいいっしょ。なんか使うわけじゃないからね。薬草持ってるから。いやー、上がりますね、レベルね。つい。はい、水が下に落ちました。ということで、水が落ちたってことは、まあ、地形が変わってるってことで、地形が変わってるっていうか、行ける場所が変わってる。コインすげえ食らうな。ああ。オルゴーがほとんど無敵状態だよね、今ね。1から連続1に2かな。数ヒットするときやから怖いですよね、これね。
まあ、装備品も、あれ？なんだっけな、イージーモードみたいな感じになってるのよ、これ。まあ、ちょうどいい、こっちがちょうどいいかな、と思いますけどね、難易度的に。やべえな、本人、大丈夫かな。なぜかベロリンマンが出てくるっていうね。一回回復していいかな。うい。鉄の牙。鉄砕が。48。ああ、まあ、十分強いんだけどね。うい。お、鎧。鎖かたびら。これ以上強くなるのか。なんか、明治モモンジャとか、このキラースコットのなんか落とすんじゃない？専用装備みたいな。外伝だからね。お、銅の剣。だいろんなゲームあるけどね、やっぱ外伝系ってね、難しいんだよ。自分の経験上。待って。待って、これもそうだけど、上に上がって、これ出たらもう一回ボタン押さなくちゃないんだっけ。まあそれだったら別にいいけどね。そんだけ強くなってるから、装備品も回収してるしね、もう行く場所も分かってるし、やっぱりあそこでパート切っといてよかったね。あのまま行ったら20分ぐらい経過したぐらいの時からスタートだったから、このダンジョンの下りどうすかなってなってた。お金。お金を食べると、金属アレルギー。あなたは何アレルギー？牛乳アレルギー。あ、着いた。お、ネジ巻き鳥。そうだね。フォークブリザードの。でもこれもう音しかない。あ、うわ！ 20 って食らったね、今ね。力貯めた？それは怖いでしょう。マホトラダンス。ああ。どっか。大丈夫ですよ。ああ。力貯めたらどこまで何上がんの？一撃で落ちた。うわー、マジかよ、そんなん使ってくんの。ムカニとかもしかして覚えてから来た方がいい系かな。うわー、え、待って、ちょっと舐めてた。オルゴ死んじゃった。え、31くらいあったで。大丈夫だよ。待って、40くらった。ちょっと待って、これバランスおかしいです、ちょっと。やべ、防御やっちゃった。体調と。あ、間違えた。間違えた。ちょっと待って。ミス多い。あ、でも、これやばいな。41くらったな。待って、スクルト使って、スクルトがもう当たり前だね、まずは。ああ、防御がいい。これまともに来られたらまずいよ。
わあ。ちょ、待って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 、杖杖杖杖杖杖、ちょっと待って、バランスおかしいぞ、ちょっと待って。死んだ。ちょっと待って、マジで。え、待って、ベギラマ使ってくるレベル足んない？雑魚だって一掃できるよ、ちょっと待って。いや、もうちょっとになんかいけそうな感じじゃないかな。納金タイプっていうかね。あんなまともにずっとベギラマだけずっと使ってきたら倒せないで、あれ。だからスクルトは必須だね。あれかけなかったらもっと食らってるよね。3層にしてこれか。そうだね。なんか そんな感じだったら前やった時。だから面白かったんだよ、自分的に。あ、なんか難易度がちょっと高いぞ、このゲームみたいな。ジョーカー3プロフェッショナルとか、あれあれ、ちょっと待って、あれ水抜けない。あ、マジか。ちょっと待って、はい、ちょっとね、太った理由でね、あの戻ってきたんだけど、あのスイッチを押してさ、あの水下に落ちたじゃないですか。でもう一回行ったらね、あの水がそのままでボタンがはまっててね、進めないっていう現象があったんで、やり直してね、また2章から始めてここまで来たんだけど、いきなり来たらこんなセリフ聞けたね。よくぞ参った旅の者よ。お主も武道大会に出場するのか？上位ランクの試合はわしら親子も見学するからの。もしかしたら娘が戦うお主の姿に惚れるかもしれんの。アリーナじゃないからぜひ頑張ってくれ。ということで、まあ、来たばっかりでレベル6まで戻ったんだけどね。だから鬼小僧の服とかなくなっちゃったけど、またちょっとレベル上げて全部装備してから行こうかな。鎖片びら落っこちてたよね、確かね。あそこの下りまでまたやんなくちゃないんだけど。だから要は結局はあのここを来てね、ちゃんとお話を聞いて、ね、王の許可がないとダメって聞かないとフラグ立たないかもね。いきなり王様のとこ行ったらダメなんだ、じゃあ。ってことは、ここに先に来て王様のとこ後に行ったら、先ほどのセリフが聞けないっていうことだよね。まあ、いろいろ試しながらやってるんで。で、武器とかも、もう完璧に揃えていった方がいいね。あのボスはちょっと強いね。やられて戻ってきたらいけないっていう状況になっちゃうんで。そうだね。用ができたらまた来るがいい。まあ、そうだね。じゃあちょっと、まあ、洞窟行く前に、レベル上げたりなんだりしてね。11とか2ぐらいまで上げてもいいかもね。あ、なるほどね。上にも船あるけど、下にも船あるわ。ちゃんと。上に戻ってさ、下に船なくなっちゃったんかなと思ったらさ、ちゃんとあるわ。もう一回やり直したんだけどね。あれ、いけねえ。なんで踏めねえ。水がもう下にあって落ちねえとか思ったら、船もあるわ。大丈夫だ。ちゃんと救済措置があった。自分が早とつけただけか。はい、船がありましたって感じで。こんだけ強くすればいけと思うんだけど。凶悪なことやってたのに、いきなりバフかけられたらアウトだね、こいつはね。おら始まった。力ためとかやるじゃん、あれで。案内やった後にベギラマとか。あ、ちょっと運がいいかな。ちょっと運要素はあるよな、あれ。完全に溜めて、だってベギラマとか、あ、もうでも倒せんじゃないか。効かなかったってなんだ。鎖片びらか。そういう措置があるの？
ぜえよなこいつな。あ、どうした。あ、やっぱりちょっとさっきあれだ、ちょっと運悪かったね。溜めまくって、だって攻撃して40とか、こっちあんだけ強くしてんのにさ。だからこれ戻ってさ、まあ一回戻って万全した方がいいな。自分が右に行っちゃったから、右に行って船落ちて上がって、上がってね。なくなってるよね。さっきあったんだよね。ここ右行ったらダメだ。で、落ちて、レベル上がった。あ、でも、どうなんだろう。やってくること以下では、恐ろしく強いね、あいつはね。でもこれ全滅してないデータだからね。まあ何もねえよな。あ、止まんなくていいかな、もう別にね。ちょっとセーブさせていただいて、だから要はここの右にね、まあちょっとセーブ戻したんだけど、右に船があるんですよ。それで、ね、ここに、ここ水も落ちてんじゃないですか。で、ここに船があるんだけど、まあ、乗ればいいんだけど、これ上行った場合さ、なくなってんのこれ、ね。あ、なくなってる。なんでこれ右乗っちゃったら、水が元に戻ってね、大変なことになる。今やりましたね。多分ね、レベル上げたからね、ダメージ通ったけど、上げなかったら、あんまダメージ通んなかったんですよ。これ右さ、乗っちゃったとしたら、さっき船なくなってたじゃないですか。乗っちゃったとしたら、まあこれからね、このゲームやりたいって方いるかもしれないんで、まあここで間違えてセーブして戻れなくなったりしたらあれなんでね、まあ見てからやる方限定なんですけどね、こう船が起こって戻れないんですよ、要はね。で、なんだけど、まあここはちょっと気をつけた方がいいかなっていう。だからセーブね、ずらして何個か取っといた方がいいと思う。特にスイッチ系のところはしょうがないかもしれない、それはね。ここに来れんですけど、ね、上がるとこう水があっていけないんですよ。だから右に行くしかないじゃないですか。ね、で、右に行くんだけど、あれ宝があるな。あ、そっか、クリアしてないやつか、これ。自分さっきここにはまっちゃったね。あれ戻れねえっつって、セーブしちゃったから、この状態で。セーブしちゃってたけど、右の船に乗んなかったら大丈夫だったってことだよね。だから全滅してまた行ってさ、右の船乗らないで降りちゃえばいいんだろうけど、降りても水あったんで、そうなってくると、だからこうなってね、もう戻れなくなっちゃう。水があるじゃないですか。で、水を落として進まなくちゃないんだけど、スイッチがね、もうはまっちゃってんですよね。だからここで全滅して、行ったらもう水がもうこの状態になっちゃってるから、船のとこまで行けなくなっちゃうっていう、まあ、そういうバグがあったんだけど、ね、行くときは船乗っていいけど、あれだね、再度一回出て回復してくるときは、右になんで船あるんだろうって釣られて右の船乗っちゃダメだってことだね。よし。ということで、ね、ちゃんとセーブはしてあるからね。はい、クリアで、クリアしたセーブね。でもそういうの見つけるのも面白いよね。
をなんと倒してまいったか。強かったぜあれ。倒し戦い方でさ、あっちのやり方次第では難易度爆上がりするね。いやはや本当に倒してくるとは思わなんだ。人は見かけによらないとはよく言ったものだの。なんかディスられてるね。いやいや悪い意味では言ったのではないぞ。そうだよね。何はともあれご苦労であったな。約束通り西の旅の扉を使うことを許可しよう。万人には扱いを出して話をしておこう。これからは好きな時に使うがいい。はい、これで終わりかな。そこまで行っちゃう。こんなところで終わりますっつってさ、その万人のとこ行って、多分次の章になるんじゃないかな。サントハイム地方はもうないと思うけどね。多分旅の扉を渡って終わりだったような気ですけどね。ってことはこのさ渡った先で、まあこやつのイベントがあるってことで、ね、ベリーマジシャンの杖とか確かあったと思うんだけど、前やった時なんか手に入れたような気がする。まあね、そんな集めるのも面白い。ある程度強くしないとダメージ取んないとかさ。だから自由度が結構あるんですよ今後ね。だからどこ行けばいいんだろうってすっげえ迷った記憶あるから。はい、王様から話は聞いてます。どうぞお通りください。はい、ということでここでショーが終わったらね終わります。多分終わりだと思いますけど。はい、こうしてオルゴは旅立ったんでしたね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいですという場所ですね。